病気になったこと死ぬこと老いることではなくてちゃんと生きなかったことちゃんと生きるということができないということを怖がってほしいんです。<music> ペンネームゆきさん48歳の女性からいただいたお悩みです私は48歳の独身女性です3年前に、えー、子宮癌を患いました今のところ転移や再発はなく過ごしていますが中程度の再発の可能性があり未だ3ヶ月に1回の検査を病院でしています今年になり 甲状腺疾患なども見つかり免疫力の低下をさらに実感しました体調も不安定な中で自分の体力、健康に全く自信が持てなくなり食も離れてしまいました無食の状態で、家に引きこもったような状態です十分な準備もしてこなかったために貯金も底をついてしまいました自分を過信し、本当に甘く生きてきたと思います 当然なことですが独身なので自分で働かなければお金が入ってきません経済的にも苦しくなりこのままではいけないと何とか前を向いて仕事をしようと思っているのですが病気が恐ろしいと同時にこんな年齢のがん経験者などに仕事をいただけるのか働かせていただけたとしても再発転移をしたら迷惑をおかけする病気のことは隠した方がいいのかなどいろいろ 答ええの出ないいいことを考え込んでししまままま体がガチガチチに固まってしまいますどうしようもない不安に支配されてしまいハローワークに登録しましたが仕事を探している間にまた病気へのどうしようもない不安に苛まれて就職へと結びつきません精神的にも経済的にも自分の面倒を見られ自立をしたい少しでも 貯蓄ししててて最後ににには誰にも迷惑をかけないいいようにとしておきたいと思っていますどうか考えても仕方のない見えない恐怖や不安を振り払い自信を持って前を向くためのアドバイスをいただけませんでしょうかというお悩みですこの方の問題怖がる必要はないことを怖がっているそして 怖がる必要があることを怖がってないっていうことなんですね。本当に怖いことが何かということが分かってないで、本当は怖くないことを怖がっていらっしゃる。そこが問題だなと感じています。仏教というのはお釈迦様の教えなんですけれども、仏教でお釈迦様が教えたことっていうのは。 真理なんですね真理というのは真実のことわりですね真実をこの世の真理をお釈迦様は教えられています。でその真理の最も基本的なお釈迦様の悟りの真理の基本的なことにですね「四苦」という言葉があります。4つの苦しみと書くんですけれど す苦苦するという時の四苦ですねそこには「小老病死」という4つの苦しみこれが最も基本的な真理として語られています。という話をすると時々ですねいろんな考え方がある人には考え方がそれぞれあるということをおっしゃる方があるんですが。 お釈迦様の教えっていうのは人によって違うことではないんですだから真理なんですけれどどんな人にもどんなものにもどんな角度から反論しようが叶いようがない反論しようがないっていうことが真理なんです例えばこの地球上でね重力が働いているので私たちに何か物を持っててポッと手を離せばそれが物が落ちますよね それに対して、いや、物は落ちないそれは、物が地面に落ちないという工夫はいろいろなテクニックでできると思います技術でできると思いますけど実際自然の法則として真理手は何か物を持っていて手を離せば法則として落ちるそれと同じようにお釈迦様が悟られた真理の教えの中で最も基本的な真理 誰も反論しようがない心理として人間の実在人間の姿命の姿というものの基本的な最もベーシックな学校で言ったら小学校1年生の最初教科書の最初に載っているような当たり前の心理そこに「死苦」というものがあるこれをぜひ押さえてください。その4つのつ苦しみですね小老 病死ですどういうことか私たちはおぎゃと生まれるそして生きるそのこと自体が苦なんですね母というものは子供をものすごい苦しみを持って産みますよねあの私も自分が産んだことないからそれがどんな辛いものなのか痛いものなのかっていうことはわからないです私もですねできるだけこう いろんな経験をしたい人生の中で経験したいと思ってますけど子供を産むということは男なので残念ながらできないんですでももしできるんだったらそういった経験もしてみたいなっていつも思うんですねでもとにかく、えー、子供が生まれるということ生まれるその時からもう苦なんですそしてやっぱり生きてればだんだん年取ってきますから老いるっていう苦がありますねそれから病む 病気になるっていう句がありますそして最後は死ぬという句がありますねでこの「小老病死は」はお釈迦様は今までね病気になるっていう句それから老いるという句死ぬという句その他生きていく上でのさまざまな句というものをかつて経験しなかった人誰もいない。 わけですよねどんな能力を持った人も、どんな美貌を持った人も、どんなにお金を持っている人も、どんなに大きな会社の社長であっても、権力を持っている人でも、アメリカの大統領であっても、王様であっても、過去において、人間の歴史の中においてですね、病気にならなかった人はいない、死ななかった人はいない、老いなかった人はいないんです。だから仏教では、 生老病死という苦は理どういうことかと言ったら命そのままの姿で誰も避けることができない当たり前のことという認識なんです。だからここれはは仏教では怖がることではないという前提があります。当たり前のことであって怖がることじゃみんな経験するしどう頑張ったってなることなんです。だからここれは怖がることじゃ ないで彼女にペンネーム「ゆきさん」に「怖がってほしいことは何か」っていうと病気のことじゃないんです。もう48歳でっていうけど自分の年のことでもないんです。そして当然病気になれば死ぬ可能性がある癌を忘れてれば死ぬという可能性がある。そしてここの死ぬとといいうででもないんです 誰かに迷惑をかけるとといいうこででもないんです小老病死という死ぬねその4つの苦しみというものはあまりにも当たり前の事実なのでそして誰にでも起こる自然現象なのでこれを怖がるということじゃなくて怖がってほしいことがあるそれは何かっていったら病気になったこと 死ぬこと、老いることではなくて、ちゃんと生きなかったこと、ちゃんと生きるということができないということを怖がってほしいんです。今、ペンネーム・ユキさんの人生は、毎日は、お悩みの中にあるように、引きこもりの状態です。体調が不安、自分の体力、健康に不安、自信が持てない。 無職の状態で家に引きこもった状態貯金も底を尽きた働かなければお金が入ってこないこのままではいけないとなんとか前を,向いて前を向いて仕事をしようと思うんだけれど病気が恐ろしいしと同時にこんな年齢のがん経験者などに仕事をもらえるのかみんなに迷惑を仕事をしたとしても迷惑をかけるんじゃないか。 仕事するにしても自分ががんだっていうことをそれを言った方がいいのかいけないのか今ゆきさんはちゃんと生きてないんです。で私が一番ゆきさんが怖がってほしいことは自分が病気がんを患ってしまった今は落ち着いてるだけどまたなるんじゃないかということでもなく自分の年齢のことでもなく 自分が死ぬでではなないいかととうことでもなく今生きているわけですから今自分がちゃんと生きているかどうかこれができていないとしたらものすごい怖がってほしいんです。処方箋としてユキさんにお送りたい処方箋お伝えしたいことは何かといいますともし今ね自分が体力には自信がないけれども 何でもいいから働けるんだったらそして働きたいと思うんだったら家にずっと引きこもっていたいと思わないんだったらね外に出て何か自分は行きたいと思うんだったらこのまま家の中で働かないで不安を抱えながらね働かないで死んでいくことを怖がってほしいんです。ですから処方箋として